ソンヘギョは愛犬のせいで仕事中に大きなトラブルに見舞われた。最近、ソンヘギョは新作映画の記者会見に出演し、仕事中の話をたくさんした。元妻のソン・ジュンギが共有した面白い話の一つは、愛犬の問題です。女優を愛する人は、彼女がルビーという名前の白い犬を飼っていることを知っています。ソンヘギョはルビーが大好きでよく一緒に仕事に連れて行ってくれます。しかし、ルビーはイドヒョンの愛犬ガウルが嫌いでよく吠え、撮影に影響を与えた。女優はまた、ルビーは最初はイドヒョンがとても好きだったが、仕事中に大きなトラブルに見舞われるようになったと語った。最近、ソンヘギョは彼女の仕事に影響を与えているため、仕事中の話ではないという厳しいコメントに加えて、ほとんどのファンは非常に満足しており、愛犬は正直で可愛いと考えています。女優を愛する人は、彼女がルビーの離婚名前の白い犬を飼っていることを知っています。ソンヘギョはルビーが大好きでよく一緒に仕事に連れて行ってくれます。女優は今回のカムバックに多くの努力を払い、明確な進路を遂げたと称賛されました。影響を与えた。対照的に女優はまた、ルビーは最初はイドヒョンが子供に満足が、ラウルを連れてきたので彼を憎むようになったと語った。一緒に撮影しました。彼女の仕事に影響を与えているため、ソンヘギョはプロではないという厳しいコメントに加えて、ほとんどのファンは非常に満足しており、女優は正直で可愛いと考えています。ソン・ジュンギとの離婚後、ソンヘギョは若い同僚とのデートの噂にもかかわらず、まだ彼女のキャリアに集中しています。女優は今回のカムバックに多くの努力を払い、明確な進歩を遂げたと称賛されました。対照的に、ソン・ジュンギは外国人の妻と最初の子供に満足している。俳優は婚約者をハンガリーに連れて行き、一緒に撮影しました。